さあお待ちかね、今回はねスローモーション動画でございますね。ソニーさんからお借りしております。こちらね RX100M4 と RX10M2 でございます。まあどちらもね似たような感じの、まあほぼ同一のねスローモーションハイフレームレートの機能なんでね、どっちもの作例をお見せしながらねちょっと喋っていきたいと思いますけどもね。まあまずはご覧ください。分かりきったことかもしれないし、なんか不思議なことなんですけども、まあねスローモーションになることでね当たり前の何でもないようなこともねなぜだか印象的になるってことはありますよね。本当に何でもない日常の光景を、例えばね鳩が飛び立つなんていうことがねなぜかドラマチックに見える、ドラマチックに見せる手段として使えるのかもしれませんよね。鳥が飛び立つのをね事前に予測してシャッターボタンを押すのはすごく難しいものですけどもね、飛んだ後にボタンを押せばその直前まで遡って記録できるっていうねそういう機能もありますんでね、シャッターチャンスには強いですね。飛んだ後に押せばいいからね。この鳩なんかね水辺でバーッと飛び立ったんですけどもね、これ飛び立った後の水面ねもう感動しちゃいましたよ。ピューンと飛び立った後にねこの水面にブーッ、なんかね格闘漫画のね衝撃波みたいな感じのビジュアルですよね。ミャー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 、これちょっとピンボケしてますけどもね、トンボが飛び立ってその後ね体ひねって飛ぶ様がよくわかりますよね。まあやっぱりね飛び立ってからシャッターボタン押せばいいっていうね、そう、それがね効いてますよね。こちらもトンボですけどもね、水浴びなのか産卵シーンなのかちょっとよくわかりませんけどもね、まあ多分産卵シーンじゃないかなとは思いますけども、しかもピンボケなんですけどもね、こういうのがね昆虫なんかの観察したい方にはねすごくいいカメラになるんではないかなという気もしました。それであなたやっぱりね、私はカワセミ追っかけたくなるんですよ。カワセミ追っかけたくなるのが人情ってもんですわな。まあ200ミリくらいのカメラではね鳥の写真をやるにはちょっと足りないんですけどもね、まあそれでもね広いからね動きを追いかけるにはそこそこの望遠になるんですよね。これねスマホだとねこうはいかないですもんね。光学ズームでこんなボーンとはいかないですからね、そこはねスマホに対するアドバンテージかなという気がしますね。こういった映像があることでねやっぱりその羽ばたきの羽の動きとかね観察することができるんですよね。あのアニメーション作る人ね、アニメのアニメーターさんなんかもねとてもねこういうの見たら参考になるんじゃないかなという気はしますね。ただちょっとね映像作品として考える場合はねちょっと気をつけるべきことは、露出が最初の一発目で決まってしまうんですよ。ね、露出が最初の計測で固定されてしまうんでね、例えば日陰から日向の方にパンしたりするとね真っ白に白飛びしちゃったりしますからね、露出が途中で変わんないっていうのはそれはちょっとねネックだなぁと思いますね。あとねピンボケ、露出と同様にね最初でピントが決まっちゃう、固定されちゃうんですね。ピント固定されちゃうからもう手前とか奥に飛んで来られたり移動されたりするとねもうそれはアウトですわ。まあ、撮影しやすいのはねどっちかっていうとね人間がもうあらかじめ動きが決まってるもの、こういう動きしかしないとかね、当たりをつけてまあ大体こういう動きで着地するだろうなみたいなのとかね、そういうのがまあ撮りやすいかなという気はしますね。まあかといってねそれが面白いかどうか分かりませんよ。こういうことを撮ってもね、ウクレレなんか撮ってもねこういう弦の動きが全然予想と違って面白くなかったからね。あとねストップウォッチなんか撮影してみたんですけど、ストップウォッチってガーってすごい速いじゃないですか。それもねただゆっくりになっちゃっただけだなと。ただゆっくりになっちゃったからね。まあ家庭にあるもので一番面白かったものといえばやっぱ水ですよね。液体の類ですよね。サラサラの液体、サラサラの水がねスローモーションだとハイフレームレートだと粘りが強くなるんですよね。
ドルンドルンドルンみたいな感じになってね、まあいわゆるミルククラウンだとかね、あのこれだとウォータークラウンみたいなことをやってますけどもね、まあこういう現象を撮るにはねすごくいいカメラだなとやっぱり思いますね。まあ大変楽しかったですよ。はい、 RX100M4 と RX10M2 のスロー機能でございました。Blah, blah, blah.